今回ですね、私あの、息子のヤマト君のために、1歳を過ぎた記念でですね、室内用の屋内用の滑り台、アンパンマンのやつを買ったんですよ。で、このアンパンマンの滑り台に、ヤマト君ちょっとね、当ててみたら、どうかな滑ってくれるかな遊んでくれるかなと思ったんですけども、まあね、恐る恐るなんですけど、遊んでくれたんですよね。その風景を、微笑ましく動画に撮ったところ、 コメントがいただきましたんで、ここで紹介させていただきます。まず一番下ですよね。えー、クリアさん。可愛いですね。アンパンマンの滑り台懐かしいです。今からまた成長が楽しみですね。そうですね。今ね、ものすごく、毎日、 楽しく過ごさせてもらってます。やっぱり子供っていいですね。すごく大きなエネルギーをもらえるような気がします。そして私の母も今ね、このマトくんの孫育てが楽しくてしょうがなくって、もう毎日ね、いろんなおやつ買いに行ったりとかね、いろんな新しい服を買ったりとか、ほんと生きがいになってますよね。でなんかね、すごく若返ってきてるんですよ。この前までね、足が痛いとか腰が痛いとか言ってたのに、もう今ね、ぴょんぴょんとびはねてマトくんと一緒にね、えー、かけっこしたり、這、はいずり回ったりとかして、いや私もね、本当に良かった なと思います。あのぜひね年齢を感じられたらあのこうやった。 乳幼児と一緒に過ごしてみると、そのまんまセラピーになるんじゃないかなと思いますよね。皆さんもね、そういう経験あると思いますけども、本当に私も今ね、その経験をさせてもらっています。はいえ。次なんですけども、チョイマンさんね、いつもありがとうございます。可愛いヤマト君を見ると、久保さんがとても羨ましいです。自分は去年の4月にコロナの影響で失業した生活困窮者なので、お金もなければ結婚したことないですし、もちろんですが可愛い子供もいません。 自殺を考えないのは、久保さんの一生懸命に生きている姿やみんなに動画で夢や希望を与える姿に感動したからです。いやあ、ありがとうございます。久保さん、これからも陰ながら応援していきますので、頑張ってくださいね、ということでございます。はい、えー、本当にね、ちょいマンさんのお気持ち、えー、しっかりと受け止めさせていただきました。これからもね、一緒に育ててくださいね。山とくんと一緒に育つつもりで、私も放送させてもらってます。 はい、えー、鳥井町子さん、いつもありがとうございます。久しぶりの山田ちゃん、本当に日々素晴らしい成長期。一日一日が夢見,見るようなすごいことですね。と私は8日から左、左側ある木、辛くなり、ああ、そうなんですね。数分で左の手の甲が腫れ、近くの病院へ。これは大きい病院でないと、 検査とずっと点滴生活連絡取れずに失礼しました。ああ、そうだったんですね。いつもまちこさんもね、私の心の中にいますよ。13日夜9時に家に着きました。お疲れ様でした。本当お大事になさってください。ヤマトちゃんの動画が心癒してくださいました。ありがとうございました。えー、これからもね、ヤマトくんとともどもよろしくお願いします。ね、こういうね、あの、ヤマトくんの成長期が 心の癒しになっていただければ幸いでございます。で、最後のコメントを読まさせていただきます。同じくチ子さんですね。ちょいまん様はじめまして。そうです。隠居、久保哲郎様と出会いができた方々は、必ず人生いろんな形で必ず成功して生きている喜び、また数多く出会いができ、素晴らしい人生歩んでいきます。他にない心、温かい心、 真面目、責任感、使命感強く周りの方々を救ってあげたいビジネスの面でもまたこうしてコメント等などにて人々を助けたい誠実な隠居久保哲郎です。いやいやいや恐縮でございます。命宝です。大事にしたい。私もご隠居様と出会い、今までにない生きがいができました。 えー、恩人がご隠居様です。これからも人生楽しみましょう。では、長文ごめんなさい。えー、ご隠居様、最高の方です。ありがとうございます。マシコさん、恐縮です。ということでね、今回も、ヤマトくんのおかげで、えー、なんとね、 私今でこうやってコメントいただきました。えー、山本君はまだね、YouTube のアカウントが取れないんですけども、まあね、早く取らせてあげたいですね。13歳までダメなんでしたっけね。まあそれまではね、私のこのアカウントで、えー、ちょっとたまにね、登場させてもらいますんで、皆さんもこれからも暖かくね、皆さんのお子さんやお孫さんのつもりで一緒に育てていただければ幸いでございます。ありがとうございました。